ここがピザ窯になって、枠に使うのがプランター、調理用のボール。周りは耐火レンガで。一応ですね、火を使うんで、ほとんどレンガの構造的なやつも全部一応耐火レンガにしました。シンクが出来上がって、真ん中はバーベキューの炉になります。一応ここがピザ窯になって、ピザ窯の一応枠はレンガで、耐火レンガで一応作りました。で、今度はピザ窯の本格的に上に今日は作っていきます。まあ、とりあえずこの蓋をしちゃいます。そうですね、ここちょうどここからで、 GL もここからここの今バンより上がるんで、まあ高さ的にもまあやりやすいかな。これはもう蓋して扉をつけて、ここの部分においての薪入れたり、まあピザにおいても必要な部品を入れたりする収納ができるように。窯の部分で使う材料は、一応この入り口の部分はアンティックの耐火レンガ。耐火レンガね、これはもう一応アンティックって言うんですけど、一回再生のやつですね。まずピザ窯の入り口、そう、ちょっとね、長いとね、あれなんで、半分に一応加工しました。空間をちょっと作るための砂です。バケツが切り替わっています。そう、こうですね。この周り、この R を利用して、で、こうそうすればアーチになる。抜きます。そのために空間を砂のクッションで、で、砂を取ればこれが落ちて抜ける。だから砂必ず入れないとはまっちゃって抜けなくなるんで、壊れちゃう。
これの補強もあるんだ。うん、開いちゃうこれ。次はピザ窯のドームの外回りの枠を。枠に使うのはこれ。プランター組み合わせの4つで円になるプランターですね。ドーム型なんで周り立ち上がりに200、一応ピザ窯の深さ的にはやっぱり300以上、まあそのぐらいがあれば。これでも結構熱はあれなんですけど、この周りもちょっともったいないんですけど貼っちゃいます。ちょっといろいろな形を利用してドームを作るっていう形を今回はやりたいと思ってます。最終的に調理用のボール、これでドームの形にしちゃいます。その周りを土台を作った時の端数で耐火レンガを貼っていきます。だから外回りは耐火レンガで貼っていくっていう感じですね。周りに耐火レンガ貼っちゃえば全然、中はもうこのまんま登ります。これは登ります。これだけだったらね、熱伝導で熱くなっちゃって、だけど周りに台が張っちゃうんで熱はもう外回りには来ない、中だけっていう感じになる。これで周りは耐火レンガで全部覆っていきます。こういう下で使った耐火レンガでちょっと切り盛りしたやつで結構残ったんで、この大きさがちょうどいいんで。どうしても角が出ちゃうんで目地で R にしていく。圧着の白の形を作っています。接着能力ないんで覆いかぶせたり何か作ったりはいいんですけど、例えばこれ耐火モルタル塗っちゃって、それでモルタルでかけちゃえば、まあこれでも十分強度に。これを上げておきます。
ですね、ピザ窯の上の方はできましたので、次はピザ窯としてはここ収納するためにドアを作ります。これは木で、扉をもう両開きのやつで、ほとんど雨に濡れないんで、調理器具とか薪とかそういうものを収納できるような扉を作ります。で、あとちょっとコンクリ、コンクリートむき出しなんで、自然の乱張りでちょっとこのコンクリートを全部張っちゃおうかなと思ってます。流木で、ドアの取っ手、これは留め金、扉の押さえ、まあ、普通の鍵つけちゃうとこっついかな。これで完成です。これで一応ピザは完成しました。で、ちょっと試しにピザを作ってみたいと思います。火を起こしてちょっと20日間ちょっとやっていきます。火を起こして、で、温めて、温まった状態で炭関係を全部脇に置いて、それでピザを入れる。で、蓋をする。だいぶ火加減がいいので、炭を脇に寄せます。これでピザを入れます。焼けたと思うので、こういう風に。